なんでもね、人食い用水路ってのがこの近くにあるみたいで、で人食い用水路3年で、転落死79人で、普通の用水路ですね。おっと、これかな。ですね、今日来たところは、何でもね、人食い用水路ってのがこの近くにあるみたいで、で岡山の中でも結構ね有名な感じでピックアップされてるということで、今日ね来てみました。で人食い用水路3年で、転落死79人で、人食い用水路、車ごと飲み込む岡山県の、側溝の今を探るということで、結構ニュースにもなったりするらしいです。それがね、そのこの近くにあるということで、ちょっとね行ってみようかなと思います。それでは始まります。なんかね、結構普通な感じのね場所に来てます。住宅街にまだね、ちょっと用水路が見当たらないんですけど、そうですね、まあこれも普通なのかな、ちょっとよくわかんないですけど、なんか車ごと飲み込まれる用水路があるみたいですよね。用水路に来たっぽいですけど、今なんか普通にガードレールあります。まあ、普通の用水路ですね。ちゃんと柵がしてあって、普通な用水路なんですけど、まあ、進んで行ってますけど、はい、おっと、これかな、これですね。ここが人食い用水路と言われてる場所ですね。この柵がなくて、まあ、どういうことなのかというと、道路と並行した作りでもあるにもかかわらず、安全のための柵もなく、最大1メートル、幅ですね、で深さ2メートルを超える大きさのがある危険ポイントが、ありますと。で、まあ、その大雨の時に道路と同じ水位まで上がっちゃって、道じゃないかっていう感じでね、特に夜とか、そうですね、2013年から2015年の3年間で実に79人も転落死が続いているということです。50代以上が9割、70以上が7割近くということですね。はい、まあね、その場所によってはその柵があったりするんですけど、まあもともと本当ね、これも新しいんですけど、柵がなんかない理由っていうのも、その、まあこの辺とか岡山全体で田んぼがやっぱり多かったんですよね。で、水路も結構幅が広かったりで、その、フェンスをね、作るのにかなりコストがかかるっていうことで、まあ全然設置されてなかったってことで、やっぱりこういう感じで、こういう感じというか、まあ、今、ね、柵を、つけてなかったということなんですけど、で本当にね、これもかなり新しいんですよね。本当つい最近ぐらいな、ここ1、2年ぐらいので作ったあれなんで、まあ、それまでは全くなかったということですよね。はい、交通安全、まあ、これ立ってるってことは何かしらの事故があったってことですよね。なんか聞いたことあるんですけど、というわけで、今日はねこんな感じで用水路についてなんですけど、まあ、こういうことが、まあ、その人食い用水路ということだということですね。まあね、普通にね身近にあるんで、僕が住んでた場所とかだから、そんなにその人食い、こういうのが人食いなんだっていうのがねちょっとびっくりしたんですけど、まあ一般的には
トラップというか食用水路ということですね。まあ、あれですもんね、その冬場とかお酒飲んで用水路に落ちたとかいうね方もいたりするんで、まあいろんな意味で柵のない用水路っていうのは人食い用水路なのかもしれないですね。はい、というわけで、今日はねこの辺で終わろうかなと思います。はい、ありがとうございました。お金かどうか目があんまり、目が悪い。いやでも光っててちょっとよくわからんのですけど、その何書いてるか。でもなんか100円玉っぽいことは確かなんですよ。ちょっと水がね濁ってて、濁ってるっていうかちょっとそんなにあれなんですけど、この画面を見る限り100円玉の大きさに見えるんですよね。1円ではないですね。いやでも100円っぽくもないんだよね。100円した。拾ったのかな、なんかこれ。こんなんは。なんか、お金じゃないだろ。お金じゃなかったっすか。なんでこんなとこに落ちてるんですかね。拾ったかなんかの。ビジコインだよ、これ。あ、ほんまっすね。裏は？裏はそうっすね。お金っぽくないだろ。お金っぽくないですね。うん。ちょっと若干大きく見えるかもしれないです。じゃあ行きますか。うん、朝飯前ですね。ね、ありがとうございます。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。